はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト4を続けていきたいと思います。ファミコン版ですね。ということで、ねえ、さっき犬のコロがこんな手紙を加えてきたんだ。読んでみるね。姫を返してほしくば、明日の夜、この村の宝、黄金の出会う村の墓場まで持ってこい。なんだろう、これ。ということです。ここでね、誘拐事件があったんだけど、まあ、姫のふりをしてるっていうね。その人が誘拐されたと。黄金の腕輪を持ってこいということで、黄金の腕輪は、まあ、上に行けばいいか、墓場がね、こっちにあるんですけど、黄金の腕輪はこの町の宝だった、ね、しかしその宝があるばっかりに争いが絶えず、ついに南の洞窟に封じたそうだ、ね、なんかそんな下りどっかでありましたよね。争いが絶えないから、まあ、封印して100年経ってるってことだよね、要はね。お、暴れ牛鳥。ブライとかもね、ブーメランとか装備されてましたね。だから今回その黄金の腕輪の下りと、まあ、次のとこ行ければいいかな。戻ってきたら相当お金貯まるでしょうからね。まあただ単に面倒くさいんで。でもお金100ぐらい持ってるからね、これ全部倒せば。ホームスライムは後で倒しちゃえば。もう寸前で出てくるんだって感じですけどね。まあマヌーサ使うんだったら、まあとりあえず2匹削って。お、いいね、14でいけんのか。ノーダメージ。マヌーサ使わないでも、ね、4匹だったか5匹だったら、まあ使った方がいいかなとも思いますけどね。うわー、マヌーサかな、さすがに。まあ固くしてるから大丈夫か。容赦ねえな、本当に。どこぞのなんかすごいいっぱいさ、何、味方もいるし敵もいるようなさ、ゲーム感しない？ファミコン版と、まあなんだろうね、敵の出方も違うしね。嬉しいっちゃ嬉しいかな。テレロ、こんな色だったっけ。もっと紫っぽくなかったっけ。なんかテヘペロとか言ってふざけたこと言ったけどね。あー、これやっぱマヌーサの方がいいか。これちょっと嫌だな。わあ、マジかよ。落ちた。あ、助かった。間に合うかな。おお、よかった。危ね。あ、
れやっといてよかったね。あぶね、怖っ。なんでばらけんだろう。裏以外にリミット覚えてんだよ。でなんか要素はねえような気がするんだけどな。全体攻撃の呪文ないときついかな。クリフトがこれじゃまずまずいもん。カタビラとか売ってたな。守備力がどんぐらい上がるんだろう。違うわ。じゃあ例のこの機能で。レトロフリークでやってるんでね、倍速できるんですよ。よし、こんなもんでいいか。装備しないとね。じゃあ行きますか。やっぱり回復は大事ですよね。記録した時にさ、今の音楽流れたじゃないですか。これもね、ファミコン版の4からなんですよね。3とかは流れないですからね。わあ、開幕一歩でようやってくれるわ。寝返りを打った。なんだか寝返りなんだね。後のモンスターズとかのさ、技だよね。寝てると寝返り打つから、そこにアタカンかけて跳ね返すとかね、いろいろ戦法あったけどね、そういうパーティーとかをだん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 作っていこうかなと思ったんですよ。何度も言うけど、作ろうと思ってるってことはさ、そのスキルとかをつけなくちゃないわけね。時間かけて作んなくちゃいけないわけよ。簡単に、口で言うほど簡単にね、作ってくれっていうのは簡単だけど、やるって言ったらそうでもない。難しいから。難しいっていうか難しくはないんだけど、時間かかるんだよね。
それをね、考えながらやってるときにね、自分のまだですか、まだですかっていろんな人から言われるとね、だんだんやる気なくなってくるっていうね、なんとなくわかると思いますけどね。で、これ言うと、実況者はそんなこと言っちゃいけないとかね。あいつは最速がどうとかいう実況者だからあんま好きじゃないなとかね、いろいろ陰で言われたりするんで、もういいや、じゃあやんねえってやめちゃったんですよ。それ理由だからね。もうそんなこと言うんだったら やんない、みたいな。物じゃないからね、自分。実況者かもしんないけど。だから、せっかく要望に応えようかなーとかね、思ってるのにね。っていうのはすごいあった、実は。もう今だから言うけど、3年ぐらい前の話だけどね。そっか、これちゃんと、相手やっつけちゃったらあれ、オートで違うキャラ攻撃しないんだ、これ。そのグループしか攻撃しないんだね。あ、上がった。ブライがその人の全体攻撃覚えっかな。イラとか覚えてくれればだいぶ違うんだけどね。はい、再び突入。ああ、本当に洞窟はね、一回でクリアできればね、いいんだけどね。うわ。火の息がちょっとやだな。まあ、攻撃してくる分には全然いいんだけど、強いよね。レベル9ぐらいかな。なんだっけ、ギラ使うの。32しかないんか、フライが。だ、全員火の玉吐かれたらアウトだよね、はっきり言って。こうまとまってるときはさ、勝手に攻撃してくれっけどね、バラで出てくるとちょっと面倒いよね。相手の HP 考えないと、考えて攻撃振り分けないとね、無駄になっちゃうから行動が。このエンカウントが容赦ねえ、ファミコンは。ちっちゃいダンジョンだとだけど、まともにレベル上げていかないとね、落とされますからね、ついね。倍速機能使えばすげえ早いでしょうけどね。もうずっと倍速でやったらもう3勝4勝いけそうですけどね。レベル上げるときだけ。お、素早さを食べて。これはアリーナに使った方がいいな。1上がった。まあ、何回もやり直していい数値出るまでやってもいいけど、もういいや、そういうことはしない。本当は戻ってセーブしてそんなことやったりとかするのが一番いいんですよね。怖いからね。19なんかすぐ落とされる。火の玉痛いな、これ。覚えたかな、さすがに。18、魔法カンタルーラ。あー、いやー、それじゃねえんだよな、そっちじゃないんだよな。
り長いダンジョンじゃないんだけどさ、リレミト分は残しときたいな。何やかわかんないから。あ、そんなもんか。左下宝だよな。違ったっけ。トサカヘビ。これも普通に容赦なく4匹出てきたりするからね。お、ブライ回収の刺激珍しい。いや、違ったー。マジかよー。ベリーマジシャン、こっちださい。あー、間に合わなかった。おい！マジで？今、最大パワーだったよ。最大 HP だったのに、もうそういうのやめてくれ、マジで。しかも、リベルトも使えなくなったからね。黄金の出は取りに行くだけなのに。一回出る？いやー、もうなんで全員して狙うんだろう。もう勘弁せえや、本当に。もうちょっとだけ行こう。魔法の生成をポテだと思うから、まあ、クリフトの回復しながら行けばいいかな。あんま使いたくないけど別に手に入るし。ああ、容赦ねえ。本当に容赦ねえ。このゲーム。ああ、やべえ。火の池吐かれちゃうかな。勘弁して。ああ、危ねえ。首の皮つながった。倒した方がリコーダーはこれ。潜水なんか効かないよな。ブライの棺からね、いただいとこう。
ブライの棺からってシャレなんねえこと言ってるけどね。あんなんだってしょうがないじゃんね。全員、なんだっけ、ハド食らってさ、全員集中攻撃すんなの。ブライの最大 HP 食らってたら、耐えられるわけねえじゃん。もう一レベル必要だったってことで。はい、大物では。途中の魔法の聖水あるんだけど、どうすかな。あと一回回復できるね。でもあんま大して回復しねえから、あと高いや。とりあえず買っとこう。さあ、間に合うか。ブライが落ちたことによりリユミトが使えないんですよ。来る。ああ、ダメだ。こう左にさ、宝あるんだけどさ。はい。あ、気づいていない。気づいていないんだったらラリフォービートで倒すよ、先に。オッケー、偉い。逃げないからね。絶対に逃げないからね。逃げるぐらいだったら死んだ方がいいから。で、全滅したらリセットなんで、自分。だ動画が出来上がってるってことはクリアしたんかなっていうのはちょっとあったな、みたいなね。さすがにここで毒は鬼だな。一歩で出てくるなんて鬼みたいなことはないと思いますけどね。ああ、首の皮つながった。これ渡さないとダメだよな。何消費した？2消費か。4回回復できますね。ホイミの消費が。3なんで。ね、ブライがいるといないで全然違うでしょ。テベロだって、あれがさ、5体出てきたらちょっと危ないね。マヌーサ使わないと。これ、言うと出てくるんだ、これ。したいけど、火の息吐いてくる確率はそんな高くないんで、マヌーサ大事だよね。火の息っていうと火吐いてくる。クリフトの MP 使いたくねえな。毒受ける可能性あるからね。まだね、お化けキノコっていう難所があるんだ。お、なんだ、川の盾。さて、回復アイテム落としてくれよ。あと1個しかないんだからさ。さて、あと3回回復できるか。ブライ生きてたら余裕だったんだけどね。いやー、結構ここ落ちてれねえかな。ピューンってね、落ちたら楽なんだけどね。だいぶ遠いような感じがするんだよ。あー、大丈夫か。シビルフが物を言ってる。1くらったりするとさ、毒ついでに受ける可能性あるんで、歩いてる時に HP 減んじゃないですか、あれ。ごめんよ、ジーヤブライ。まずこいつだ。おい、勘弁して。おっ、オッケー。あ、いや、よかった。えらいえらい。テヘベロ出てきたらまずいな。もうテヘベロって本当にごまかすしかない。全滅したらデスルーラーできんだけどね。そんなことしたくないの。イジエ出たい。
まあ、お化けキノコは当たりか。だから、キラリー使わなくちゃいけないから、まあ、毒消しを持ってこいって話なんだけど、お、耐えた。どうしよう。なんでこんな首の皮つながるさ、あの、ブライが死んだせいで。あの集中攻撃はちょっと運だもんね。運悪かったんで、今回。あそこで出ればね、こんなならなかったけどね。まずは手べろ。すいません。火吐いてくんだよ。オッケー。2匹ぐらいだったら大したことないからね。キメラの翼だったよね。あー、もう。待て。眠らされんな、これ。いや、ちょっと俺、ラリフォービートの先潰せ。そうしないとダメだ。眠らされたらアウトだ。よし。火吐かれっかな。いや、まず倒そう。で、ホイに一発。あー、やべえ。あー、ホイに一回ずつ、まだあるね。よし。いやー、緊張感あっていいね。ブライが早くも落ちてくれたからさ。よし。まあ、なんとかならないかも。大丈夫だ。6匹。数にビビるな。大丈夫。オーバーキノコはそんな大したことないからね。テベロがこんだけ出てきたら焦っけどね。まずちょっと二人でいたって一体潰せるから、まあマヌーサーをかけといた方がいいんかなとは思いますけど。でもそんな食らわないかな。火の息だけだもんね。あと一回ホイに使える感じなんで、どっちか一人だけ外で出れば。勝ちですね。あー、もうこっから入り口までの距離がすげえ遠く感じる。うわー。さあ。大丈夫か。今ちょっとヒヤッとしたけど。あー、この時鎖片びら買っておいてよかったね。ね、ブライいるでしょ。ブライはちゃんといるんだよ、これ。大事なんだ、あの人は。ブライバカにするとブライに語られっからね。よし。出んなよ。OK。あー、よかった。生き返った時完全回復なんだっけ、これって。夜になるまで待たなくちゃないよね。2000とかあるし。さて、夜までうろうろするか。レトロフリークのね、倍速機能っていうのがあるんですよ。このゲームね。まあ、何回も言ってますけど、ここから初めましての方もいるかもしれないので説明しますけどね。違う、間違えた。まあ、いいや。生き返らせに来たんだよ。全知全能の神よって生き返るんだったらさ、苦労ないよ。よし、じゃあね、これね、レトロフリークなんで、まあセーブはできんですよ、どこでもね。それで倍速機能ってのがあるので、夜にしなくちゃいけない、まずね。だからまず、ちょっとさ、やっちゃいますけど。
まあ、うろうろしてたらそのうち夜になるんでね。どっちみちこうやって夜にやるまでうろうろしてるんで、十分。ブライガーちょっと10にしたいね。あそこで落っこっちゃったせいで、経験値だいぶ離れちゃってるんで。いいよね。本当だったらこんな機能ないからさ、まあ、裏作業で、DVD でも見ながら自分いつもやってんだけど、レトロフリークそんな余裕はないようだ。こういう機能があるからね。いや、結構夜ならないな。ギラとか覚えるよね、確かね。だからレベル、なんかその、あー、やべ。そのレベルによって、やべえな、これ。これ跳ねるからさ、あーダメだ、やめといた方がいい。 マジかよ、まあめんどくせえ。これたまにさ、7匹出てくるときあんのよ。そのときちょっと真面目に防御してさ、考えないとまずメラ打ってくるからね、連続でね。よし。夜になったね。どうやら約束のものを持ってきたらしいな。早くこっちへよこしな。姫が死んでもいいって言うのか？はい、こっちを渡すんだ。はい。確かに受け取ったぜ。じゃあ、姫を返してやる。あばよ。ふ、消えた。助けてくれてありがとう。ああ、もうお姫様なんてこりごりだわ。ごめんね、私、本当は姫様じゃないの。私の名前はメイ。ただの旅芸人よ。お、この時は旅芸人いたんだね。ちょこちょこ旅芸人出てくるけど、職業になっちゃったからね。お姫様のふりしたら、みんな良くしてくれるから、つい調子に乗っちゃっただけ。目の前に姫いるよ。お、ブライト・クリフト来た。さあ、お迎えも来たようだし、私そろそろ行くわ。俺と言ったらなんだけど、この盗賊の鍵をあなたにあげる。よっしゃ。盗賊の鍵なんですけど、じゃあね、本物のお姫様。知ってたんかい？ね。こうして、偽物の姫、メイたちは町から姿を消した。そして夜が明けた。はい。ざっかりしてんな、あいつ。知ってたんだ。お姫様は偽物だったとか。そうよね。本物がこんな町に来るわけないよね。いるからね、目の前に。ところで南の砂漠のオアシスでバザーが開かれているそうです。もしあちらに行くようなことがあったら寄ってみるといいでしょう。バザー。ねえ。あ、間違えた。金いっぱいあるからね。ねえ。逃げなくても攻略はできます。ここにも荷物売ってるよな。鉄の槍をクリフトに装備させようか。ブーメランをアリーナ姫に。茨の鞭で頑張ったしね。ブライがもう1レベル。お、川の盾装備できるのか。できないよね。待て待て、川の盾なんでここ持ってんの。あ、落としたのか。これ確かブライできなかったっけ。あ、これ装備してたら耐えれたかもね。だ、完璧に自分のミスだ。ということで次回はバザーなんですけど、扉開けれるって言ったんで、まあ開けれる場所あったよな。まあいいか。今回こだわりたいと思います。まあ一本分なりましたね。次回はそのバザーを経て、まあどこぞに行ければいいんかなと思いますけどね。バザーまで行くとイベント起こると思います。キメラの翼はちょっと2枚ぐらいか。あ、ルーラーあんのか。ルーラーがあんのか。はい。ということで今回これ終わりたいと思います。もう大変でしたね。ブライが、まあこういう落とされる時もありますけど、HP が33しかないので、ね。ハド2回食らって攻撃食らったら落ちましたけどね。まあこういう事故もあり得ます、ドラケイは。なんだけどなんだかんだ、もうやられ、あそこでやられて全滅したらリセットして動画になってなかったんで、動画になってるってことは攻略できてたってことなんで、まあ本当にね。
まあそん、まあなんだろうね、そういうトラブルもあってこその、まあ緊迫した実況もできていいかな。まあ完璧すぎても、まあそれはそれで面白いかもしれないけど、確かにね、まあスルスル言ってね。なんだけど、その苦難乗り越えるとこもね、やっぱりね、動画にした方が面白いかなと思いますね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。